はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回は第 08MS 招待、こちらのストーリーを進めていきます。じゃあステージ1ですね、密林のガンダム。あ、ここは宇宙でシロとアイナが出会うところからかな。ステージ的には、まあ、もしかしたら大したことはなさそうだけども。宇宙世紀00791月3日、この日ジオン公国は地球連邦政府に対して宣戦を布告。物量で劣るジオン軍は戦争を短期間で終結させるため、地球連邦本部ジャブローに向けてコロニー落としを決行。ブリティッシュ作戦を実行に移す。そしてその弾丸と化すコロニーを確保すべく、サイド2のスペースコロニー軍へ侵攻し、 NBC 兵器である毒ガス兵器を注入。コロニーの居住者数千万人の命を奪ったのである。偶然にもサイド2にて任務についていた連邦の若き士官シロー・アマダは、そのコロニーの中でジオンの毒ガス攻撃による無差別虐殺を目の当たりにする。生きてる人は誰か、誰かいないのか。くそ、ジオンめ。そしてその体験が彼に連邦軍人としての強い使命感を植え付けることとなる。一人でも多くの敵を倒すこと、それこそが自軍の勝利に貢献することであり、正義でもあると信じるようになっていった。だがそれは本当の正義なのだろうか。まもなくそのことを検証する機会が彼のもとへと訪れる。時は流れ、宇宙世紀00791、10月、連邦軍がオデッサにおいての大反攻作戦の準備を始めていたその頃、激戦続く東南アジア地区へと赴任するため、シローは輸送機に乗って地球へと向かっていた。自分の価値観を変える運命の出会いが待っているとはまだ知らずに、シローはアマダ、そしてアイナ・サハリン、互いに敵対する立場に立つ二人の男女、その軌跡が今交錯し、新たな戦いの物語として幕を開ける。密林のガンダム。まあ、あの08招待実はね、自分見てはないんですよね。スパロボの知識と G ジェネの前の知識しかないんで、だから細かいね下りはね全然わかんないんですよね。だからとりあえずここでシローがボールで出撃するみたいな。でもステージ的には密林のガンダムだったからね、地球まで降りちゃうのかな。あ、前半ステージがシローとアイナの出会いで、後半で実際に自軍を動かしてっていう流れになるのかな。発光信号。今の信号弾もさ、意味を読み取れる知識がないとダメだよね。この頃って普通にジムが量産されてる時期だっけ。あ、テリー・サンダース・ジュニアいたね。
ザクの改良型か。あ、そうそうそう、これでなんかボールしかないみたいな話になるんだっけ。まあ艦長としての当然の判断だよな。ボールでザクを撃墜してみます、見せますってすげえ自信だな。ボールはね、でも攻撃が当たれば意外に強いからね前回マジ敵のボールでめっちゃ苦労したから。とはいえね、一機だけだからね、集団で襲いかかってくるとちょっと鬱陶しいけど。いや、ボールに命令されてもね。ああ、そうだな、やっぱり前半はチャレンジ条件が白でアイナを撃破と。ジムは半分くらいか。戦うべきか逃げるべきか。射程外から攻撃できるはずなんで。あ、こいつあれか、フィフティンキャリバーのボールってここで出てくんのか。ってことはガチ戦闘だな。俺のフィフティンキャリバーを見ろ。いや、勝てる気がしない。支援ポット、ただ味方がやられるのを見ているなんてごめんだ。やっぱりジムにも一回攻撃させた方が良さそうだな。下手には下手なりの戦い方があるんだ。まずね、当たらないと話にならないから。あった、よし。もう手段を選んではいられないわ。これ倒してくれるとすげえ助かるんだけどな。あ、当たったか。そんなに食らわないな。これ多分次一回ジムで攻撃して、でフィフティンキャリバーが当たれば倒せるんじゃない。あジム狙ってきたな。でもこれ一回攻撃しよう。当たるわけにはいかない。当たった。いや大丈夫大丈夫、次で倒せる。これでセーブしよう。セーブして外れたら労働すると。70% くらいだったっけ、命中率的には。でもなんだかんだで未だに1回も労働はしてないっすよね。 69% 回避された。これは労働させていただきます。あとは労働のスピードが、あー、めっちゃ速いな。これはいいね。今のはなかったことに。当たった、よーし。さあこれで動けまいって、ボールごときに。
ジムが取り残されてしまった。確かにパイロットスーツに酸素ってどれくらい残ってんだろう。僕ダイビングする人とか酸素を背負ってますけど、あれでどれくらい持つんだろう。船の残骸に酸素とか残ってないのかね。そうだそうだ、探せ。もう一気落としたんだ。あと2時間って。まあ命の恩人だからね。もっともで、まずミサイルをどうやって爆発させるか、そういう話にはならないの。あ、ミサイル自身で多分爆発できるんだな。え、ここで爆発させんの？飛ばさないの？どっかに。震えているね。これでも誰も来てくれなかったらここで死ぬのね。助けは来るさ、絶対来る。俺あそこに降りるんだ。え、何のために？それは戦争なんだろうけど、でもあそこに行けば何かが分かるような気がしてさ。自分が何者で何ができるやつなのか。だから絶対死ねないんだ。あなた、私が聞いていた連邦軍のイメージとは随分違う。羨ましい。羨ましい？
この状況だったらさ、捕虜になった方が確実性はあるよね。生き残るためだったら連邦軍も来てくれるとは限らないし。さすがにこういうところじゃ戦闘にならないよね。部隊長の小島、部長ってこと？略して命中率と回避が上がるからいれば助かるんだけど、今回もそのシステムあんのかな。戦力は結構いいんじゃない。陸戦が3匹あるってことは、この前ズダ1機とかだったからねほとんど役に立たなかったし。でもただ陸戦はねもう持ってるからゲットゲージはいらないっすね。やられちゃったんだよ。しょうがないじゃないか。ボールにやられちゃったんだよ。ボールに。大丈夫かこいつ。さっきプロトタイプ失ったばっかりだったのにテストパイロットをまた任せるのか。たった一機のモビルアーマーで戦局を変えるなどということをできやしないんだ。
結構広いところに出てるよね。こっちか。モビルスーツ3機。あ、斜面とか関係ないからねこれ。一応3人しかいないのに、あなたの腕では無理です。言ってくれるね。まあ信頼だけはあるみたいですね。おお、ヘリコプターが出てきた。やつらにアプサラスを見られるわけにはいかん。早々に片付けさせてもらう。とりあえず編成は見ましょう。そうだよな、ハロになったんだよな。で、こいつ陸行けるでしょ。で、初期型ジムも大丈夫、陸戦ガンダムも大丈夫、ギガンも陸戦だっけ。宇宙と地上両方大丈夫ですね。で、6号機も両方いけるでしょ。むしろ地上 A だし、コアファイターも大丈夫で、高機動ザクツ、あ、こいつが地上 D なんだ。ってことは土台に乗せましょう。こいつ土台に乗せるとして、で、こいつもジムだから大丈夫ですね。でね、ちょっともう一個グループ作りたいんですよね。で、多分08正体は当分地上が続くんで、ミニトレイかギャロップどっちか作ろう。安いやつ。どうしようかな、ギャロップにしようか。じゃあまあ適当だけどギャロップにして、でモビルスーツはあるやつでいきます。マスターをどうするかな。マスターにちょっと陸戦ガンダムを持ってこよう。こっちの陸戦ガンダムをこっちに持ってきて、で、ここは陸戦型ジムを配備しよう。次、解除リミッターがついてた。で、あとはあるやつ。あ、ドムがいるじゃん、ドム。ドムを隊長にして、ヒルドルブは、射程に優れてるからな。ちょっと息入れよう。ヒルドルブ入れて、で、なるべく、射撃の高い方、こいつ格闘寄りだな。ってことバランスがいいね。ってことは、こっちにヒルドルブを置いて、あとはこれなんだ、ああ強襲型ガンタンクか。これ確かパクったやつだよね。これもちょっと入れよう。
でもう一機はちょっとモビルスーツがいいから、ザクタンクとか、陸戦攻撃動型ザク、これ良さそうだね。あ、でもこっちも良さそうだね。ザク2回どうしようかな、まあ、陸だから陸戦攻撃動型ザクを入れるか。よし、これでいきましょう。でこれこっちに置いて、でもう一機これをここに置くと、よし、これで2グループ出れるんで、統治下を4機以上破壊、4ターン以内に統治下を4機以上破壊できるか。4ターンか、まあ、進めるやつらは進んでいきますか。そうするとあ、でこれありますね、なんていうの、イバックだっけ、索敵機能、あれ確か索敵機能、あんまりな、ちょっとな、前線には出したくない気がするけど、ちょっとずつ進んでいきますか。こいつらはトラックとかすぐやられそうだからね。で、あとはこの問題のハロなんだよね。ヘリコプターを一撃で倒せるかどうか。6000か、戦闘ヘリくらい一発で倒してもらいたいものだけど、大丈夫だね、よし。テンション上げていこう、テンション。で、あとはこのポーチを倒したいけど、どうしようかな、6号機の方出しますか。300ミリキャノン砲を反撃中の出し、コアファイター、うーん、コアファイターだな。対空ミサイルって大丈夫なの、これ。これで一気でしょ。で、ハロはね、集中攻撃されるとすぐ落ちるんで、下げよう。でかすぎだろ、こいつ。本当。邪魔だよな。そこの部隊はこれでよっと。あとこっちか。陸戦を出そう。意外に遠距離って。穴だったかな、統治下は。戦闘のヘリをドームで倒せるかどうか、ジャイアントバズーカ。反撃してるのか。怖。反撃してくるね。5700。さすがに一発で倒せないか。でガンタンクは結構射程あるでしょう。よし、これでいこう。かわされた。いや、まだヒルドルブがいる。ヒルドルブの射程もかなりのものだからな。最初の方ではこいつら役に立ちそうだな、なんだかんだで。ジャイアントバズーカ支援を入れましょう。どっちがいいんだこれ。あ、どっちもエネルギー消費は変わんないか。じゃこの2人で。あれ、どっちかって攻撃してこないもしや。いや、2部隊言うとだいぶ違うね、やっぱり。これで一旦入れて、攻め込んでは来ない。え、誰これ、統治下か。え、すげえとこから狙ってくるな。とはこの前方のザクか。単陸戦型ガンダムでちょっと行ってくか。まずこのトラックここら辺に置いといて、180ミリかな、方がいいな。まとめて吹き飛ばしてやるよ。
こんなところでくたばってたまるかい。よし、そちらがその気ならば遠慮しない。倒せ。あー、当たったか。まあでもこれで、どうしようかな。ハロでいくか。ハロバブルでいくつ当たるかだよな。6900か。やっぱり一発じゃ無理だなこれ。ってことはサンダースの方で、ノリスか。 79%。 意外に腕は立つようだが相手が悪かったな。なんの、俺は負けるわけにはいかんのだ。誰も死なせはせん。当たってくれればそれでいい。そろそろ仕掛けさせてもらう。これ以上はやらせん。いや意外に硬いね、陸戦ガンダム。さすがに強いわ。ザク相手なら遅れは取らないな。で、ハロバブル4300はさすがに大丈夫でしょう。さらばだ、ノリ。生きるために俺は戦う。完全にガンダムしか本玉だよな。クリティカルが出て8000か。まだレベル上がらない。全然先だったな。この舞台どうしようかな。とりあえずハロでついとこう。2600、それなりに食らうよなやっぱり。でガンダムをちょっとここに置いて、高機動ダクト。あ、高機動ダクトってもしかして、あ、そうだ、地上 D のやつだ、忘れてた。コアファイター、これで対空ミサイルの支援でビームライフル。こっちの方がいいかな。7000の3000、いい感じだね。凍傷、凍傷って何だっけ。一回下げよう。直型ジムはまだいける。ここで進めて、おっと、間違えちゃった。で、こっちの部隊は、まず長距離用のやつで行こう。支援できるの？黒玉ヒルドル、こいつ完全支援用だな。このペア良くねえか。意外にいい使い道を見つけたかもしれない。で隊長のドムをここら辺に持ってこないといけないから、でガンタンクでさらに支援ができると。いや役立つわ。で、あと3ターンあるからな。ちょっとトーチカはもう少し待っとこう。でヒルドルグでなんか適当に攻撃すればいいわけでしょ。戦闘ヘリでも狙うか。で使えるわヒルドルグ、意外に。どうしようかな。機動力150にもあるんだ。エネルギーでも使えとくか。
え、このさモビルスーツなんかよりさ全然いいんだけどこの陸戦型ガンダムとか出番ないし、キャロップを進めていきましょう。で、これでいいかな。あとは角が沈まないことだよな。スクワズーカ3500か。よし、ハロビット対空、やばいやばい角が落ちるぞこれ。このくらいどうってことね。俺はまだやれるぜ。こっちか、一回反撃しておくか。 27%。 あーやばい、2800。統治家の攻撃だったら死ぬ可能性があるな。3000落ちた俺は負けてねえ。いけー、ハロ8万円すんだよこれいやマジ弱いわハロとか言って、いやーマジかー、すげえショックだな。やっぱりハロはあれだな、一回一回下げた方がいいな戦艦に。グループ攻撃が一応できるね。ザクでも倒しとくか、腹いせに。この野郎俺のハロ返せ。いやハロを20レベルにするのって相当難しいね。そうするとこっちから回んないとさ戦艦乗れなくね。あ乗れたか、危ねえ。でここの部隊一旦帰還させるでしょ。そうするとヒルドルグとガンタンクのエネルギーがだいぶ切れてんな。この2人帰還させよう。でモビルスーツ組でとりあえずこの高地下をぶっ倒すと。支援が3機いけますね。あ、いけない、ロビーがいけない。よし、これで物語が進んで、いや、お金稼いとかないと。隊長の動き掴んでんの。こんなところに出てきても困るんだけど。これ以上やらせるものか。何かってなんだ。おお、でかいね。さて、ここで誰が出てくるか。あれ、これヒルドルブじゃね。マゼラアタックか。マゼラアタックいらねえな。これ回収して金にしようかな。っていうかさ、シロここにいたら危ないでしょ。
と撤退させよう。攻撃したら やられそうだしな。とりあえずこっちの部隊を出そう。ちょっとビブナイフっていうか、あとはミキセンジム届く？届くね。ここから初期型ジムとかな。無理だ。ギガンって何なの？あ、すっげえ射程長い。いいね。射程の長さがピカイチだ。しかも対空、うわー、対空持ってるけど攻撃力が弱いのか。いや、これもう一個の部隊作っておいてよかったな。よし、ユニットレベルアップ。攻撃力っていいかな。あと余計な機体売らないと絶対これハロ買えないよ。人も一回帰還させよう。こいつに帰還させるでしょ。一戦も一回帰還させるか。ギャロップは進んで、これギャロップ入れるこっち。この陸戦型ガンダムはほっといていいかな。こっちと一緒にくっつけて。だからか。まずは俺が突破口を開く。おお、来るね。ダブで反撃しとくか。ん、戦闘ヘリを搭載してたか。戦闘ヘリもちょっとかっさらって金にしたいな。ってことは全員捕獲しよう。こいつら今は少しでも金が必要だ。失ったハローを取り戻すためにも。いや、大赤字だわ今回。このマゼラアタックが攻撃していい。マゼラアタックか。こいつも絶対捕獲する。どうしようかな。この2人が邪魔なのか。ギガンを一旦で、こいつ落とせそうだな。戦闘ヘリ、で、この地下もなるべく落としたいんだけどな。あれ、支援が入らない。ギガンの射程が合わないのか。ギリギリ倒せねえし。で、これ戦艦ここまで持ってくるでしょ。グループ攻撃でダブルを攻撃する。よし、前期攻撃開始。ふん、まだまだロートルとは呼ばれたくないんでな。突っ込んでやる。あんたも来なさい。ここで一気に叩くぞ。一気に行きます。何やってんだろ私。飛んで火にいるなんとやらか。まとめて落とそう。今です。このまま一気に突破します。敵は手もわいわ。チャンス。気をつけて。このまま突っ込むぞ。ギガの攻撃なくね。熱源が接近しています。注意してください。攻撃開始だ。急げよ。あれ、いくつ当たったダメージ。当たった。やってくれたな。9戦か。ただこっちも5戦かだったかな。あとこれ入れねえじゃんこれ。これ以上いけねえし。お、マジかよ。こっちから迂回していかなきゃいけなかったとか。そしてマスターユニットにあと任せるか。艦砲射撃やって、ピンポイント攻撃はできないか。
6000食らうんだ。ただあと少しではある。ここに置いて180ミリキャノンがだいぶ射程長いからピンポイントでいけるでしょ。レベルアップ、もう4レベルか、結構いったね。お、こいつ2レベルつこうか。初めて出したもんな。でこれヘリが3機捕獲できるでしょ。ちょっと隠して、もう絶対売ろう。もうヘリとか使わないし。であとこのポーチカか、これはミサイルランチャーで倒して、どれだ、マゼラタックの最長距離。あ、こいつか。一応シローで 49% 当たれ、外れた。テンションが下がった。うーん、あとあのモビルスーツ部隊か。まあ実戦でなんとかしていくしかないよな。この作戦めちゃくちゃレベル上がりそうだな。そうするとまあ多分マスターユニットだけあるからな。この実戦多分レベル上がれば、あ、捕獲できる。あ、いねえか。ガンダムにできそうだもんな。ガンダムにしてマスターユニットとして運用しよう。強いわガンタンク、強いわ。で、あとヒルドルフが多分あのヘリコプター狙えそうな気もするけど、ちょっと遠いか。全然遠くなかった。あー、回避された。あ、しょうがない。戦艦もう一回動かそう。そう、これでもう1部隊を出しますか。うん、さすがヘリだけあって回避率は高いな。まあ、到着くらいだったらなんとかなってしまう。ドップは反撃をしていこう。2700か。さすがにこれ以上落とされたくないよ。これもドップでしょ。あ、シローだった。シロー倒されたら多分終わりだからね。このマゼラアタックがあれか、対象機か。弱っ。でこいつらちょっと仕方として、で戦艦を前に出していこう。グループ攻撃ができる。この隊長機と、隊長機だけでいいか。隊長機を狙って倒す。でそうか、こいつあれになるんだ、マゼラアタックになるんだ。陸のスペシャリスト、みんなレベル上がったな。空中戦闘適用。あ、これ参加した人もレベル上がるんだ、グループ攻撃って。これもすげえな。マゼラトップを、これギガンいけるんじゃん。こっちか、支援かけて、これで完璧でしょう。よ
時間のレベル3レベルか。あれ4上がったってことは一気に2レベル上がったんだな。え、あいつ結構経験値持ってたもしや。で、全部捕獲しよう。こいつら全部金に変えるもん。よーし。で、こっちの部隊はもういいかな。ちょっと一貫エネルギーの補給も含めて一貫してみてる。こいつ変えれねえし、移動力がなくて。まずガンダムの6号機、これはここで倒せでしょ。で、コアファイターだな。コアファイターもちょっとレベルを上げておきたいからな。多分対空ミサイル一発で大丈夫だと思うんだよね、当たれば。これで2レベル。わ、コアファイターって機動力もそんなないのか。完全にそれなりだな。で、これはもう5台出さないといけないから。で、この高機動型たち乗せるでしょ。じゃあ OK と。で、初期型ジムを出しておこう。で、こういった機関用に確認して、で、ここの部隊はヘリコプター。これ普通のガンタンクより絶対強いよね。ヒルドルブこの組み合わせ、これ黄金ペアだな。いや地上戦マジ強いわこいつら。でガンタンクここに置いて、あ、エネルギーがない。すぐエネルギーが切れるのか。ヒルドルブはまだいけますね。で、実戦ガンダム持ってきて、ファイター。あとは攻め込むだけだ。ドップがちょっといるのか。外れたし、食らったし。これ本当にいけない、本当にいけないね。まあいっか、しょうがない。あとはアプサラスだけだし。ここはおびき寄せましょう。6号機もレベルアップ。来ない。2000くらいだったら耐えられるはずだ。エネルギーがねえわもう。超強気になったのはいいけどさ。やばいやばいやばい。力戦も落ちるぞこのままだと。おお、アプサラスが来た。ちょっと待って、大型メガネ勝負5000。大事を取って、こいつは下がろう。ヒルドルブに下げて、まずこいつを収容してから、こっちグループ攻撃。あ、サラスには届かないか。こいつマップ兵器持ってるっぽいんだけど、ないないね。貫通も来た。6号機は減ってるから2人でしょ。コアファイターとかなくなったら死にそうだからな。高機動型だと置いとこう。で、初期型のビームは大丈夫かな。
昼っぽい通るかな。全然届かない。ガンタンクだな。おお、すげえ。まあ、ただ当たらないを別にして攻撃を仕掛けられるっていうのがでかいな。こいつらは完全におびき寄せる。シローで倒してもしょうがないんだよね。火炎放射がロケットランチャー。で、このボックは一応攻撃するか。死ぬことはないでしょう、さすがに。で、初期型ジム一応回避しとくか。いくつかある。ゲッ、なのせい、やばい。これコアファイターとか一発で沈む恐れがあるな。で、陸戦型ガンダム反させて、もう一回やん、おびき寄せるか。トップはで、こっちの部隊を出すか。そうするとこれで大丈夫でしょ。で、戦艦のグループ攻撃、大型メガ粒子砲ってどれくらい当たるかだよな。6000か、結構食らうね。ここら辺が危険だな。ギガン、支援をかけて、でっかいからガトリングスマッシュだな。お、対空、あ、倒した。戦闘を見る前に倒してしまった。てか白と戦ってねえし。どっか行っちゃったよ。退場。エネルギーで行っておくか。あとはもう雑魚掃除ですね。なんで出せるやつだもん、出しとくか。この2人も大丈夫だな。で、6号機と、あとはこの戦闘機を迎えただけだ。よし、勝てるなぁ。倒せないっていうのがね、トップを。いいね、こちらどんどんレベル上がってもらいたいものが。こっちに来たか。まあ、それこっちに来るよな。こっからグループ攻撃入るやつは複数ロックしよう。すげえいっぱいいんな。よし、戦艦のレベルもアップ。エネルギーだなー、やっぱり。で、コアファイター、コアファイター、対空ミサイル。
で3レベル。6号機スキルなんかある？まあいいや、そのまま。でもこいつらだったらな。1番いいね。で超強気になったからビームライフでいいでしょう。よしこいつに予想してもらおう。あと1匹さらばだ。どっ仕事はあまり得意ではないのですが。うまそうだね、ガンダム6号機は。これで2万円稼いで、25,000円。ミカミックスとか落とされたのに2位だからね。ダブでいらないな。もう地上用の戦艦作っちゃったかな。改良型鳥持ちランチャー。あ、これはあれか。あー、ハロがなくなってる。ハロとか言ってめちゃくちゃ高いはず。8万だよね。8万6000か。無理だ。ガンダム試作0号機で代用するか。そうすると金が貯まるまでは絶対ハロさ、金額に見合ったさ戦力ないでしょ。超弱えもん。ヒットポイントも1万ないしさ、試作0号機と比べて全部弱えし。試作0号機でいこうじゃん。もうこれはしょうがない。8万6000円は完全なるお勉強代になったな。で捕獲。いやヘリとかいらないでしょ。ヘリとマゼラタッキーもいらないな。これもう売ります。全部解体して金にして2万円。いいね。もう少しでも赤字の穴を埋めないと。であとは、ユニット管理の一応設計を見ますか。なんかある？ジム設計。お、作れるね。生産リストに登録されました。ガルマザビ専用機ザクツ。ガルマ乗っけりゃいいって話じゃないんだ。リストに登録済みですと。ここら辺は全部あるか。これで、あーヨルムンガンドか。でも作れるんだ、高そう。はい、というところで、08招待のステージ1が終わりましたけれども、ちょっとねハローを失っちゃったんでめちゃくちゃ今回大赤字になっちゃいましたけれども、次からは一応まあハローの代替機としてガンダム試作0号機、こちらを使って、ミカミックスは進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。